もかまです。今緊急で動画を撮っているんですけれども、来シーズンの武器調整内容のリークっていうのが来ました。まあ、COD モバイルのねリーカって、まあ、90% くらい合ってるんでね、まあ、今回紹介する、武器調整内容の通りに来る可能性は高いんじゃないかなと思ってます。これからもですねこういったの動画を上げていきますので、高評価だけでもよろしくお願いします。早速紹介していきましょうか。まず1つ目なんですけれども AK117 ですね。で、強化内容っていうのが2つありまして、まずタクティカルリロード。タクティカルリロードっていうのは、マガジンに弾が残った状態なんでバババッて、このリロード速度っていうのが 15% 速くなる。だからデフォルトでね、早技のパークがつくって感じの、まあ、強化内容となっております。で、もう一つが横方向反動が減るということで、まあ、さらにこの AK117 っていう武器が、まあ、無反動になるって感じなんですが、これいるかな横方向反動現象って。なんかさ俺さ最近思うのがさ、 COD モバイルってどの武器もなんか無反動ゲーミングみたいになってるやんか。だからまあ言うたらそのプレイヤースキルにね関係なく誰でも無反動みたいな感じのことができるので、まあ若干俺はちょっとやっぱそういう武器にね色みたいな、まあ十人十色十々十色みたいなね、まあ感じのあっていいんじゃないかなと思ってます。そしてですね、次が同じアサルトライフルの AK47 に、タクティカルリロード時間、これはさっきの AK117 と一緒、これだ、まあマガジンの弾が残った状態でリロードするやつと、でもう一つが ADS 時間の強化。まあだから言うたら ADS 速度がね、まあこれですね、これまあ言うてね、なんかもういい、もうこれ毎回言ってるけど、どの武器も強くなってね、なんかどの武器もこうなんかその色がなくなってるよね。 AK47 とか割とさ ADS 速度が遅い、でも長射程プラスアルファその攻撃力みたいな感じのが、ね、まあ売りだったんですけれども、まあ残念ながらねその ADS の遅さっていうのもまあなくなって、どんどんインフレに近づいていってるって感じですね。でそれでは続いてなんですけども、ピースキーパーですね。ピースキーパーはこれか。で強化内容っていうのが、まずヒットフリンチの強化。だからまあこうね、バーンって撃たれた時にひるむじゃないですか、こうシュッて、まあ、撃たれた時にねこれひるむんですけれども、これが、まあ、強化される、まあ、これが、まあ、少し減少するって感じですね。だからまあ撃ち合いが強くなるっていう強化です。でもう一つ ADS 速度の強化って感じですね。ピースキーパーにねこれ以上正直言って ADS 速度の速さっていうのはね必要なのかみたいな。そして2つ目がこれね、2つとも同じ強化なんですけれども、まず BK57 とあとハブラですね。ハブラに同じ強化内容が来ていまして、それが反動の減少ということでね、まあ、別にハブラ、まあ、ハブラは確かにね、まあ、割とブレる、まあ、ブレるっていうのは分かるけど、 BK はいるか。 BK はね、まあ、割とその無反動に入、まあ、無反動類に入る武器なんで、まあ、ハブラ3とあと BK57 っていうのが無反動になるって感じで、ね、俺今ねあのノーカスタムで言ってるんですけど、全然ハブラ3無反動よ。何も反動気にならんの、さらにやっちゃうが運営。そして続いてなんですけれども、これね来シーズンの派遣候補って言われてます。それがねまず LK24 ですね。まあ多分今回の武器調整内容っていうのは LK24 がねかなり、まあ、でかいんじゃないかなと思ってます。まあ目玉って感じの武器なんじゃないかなと思ってますね。そしてまず一つ目なんですが、ダメージですね、第一射程距離っていうのが26で、第二射程距離っていうのが24で、第三射程距離が19、なんですけれども、これが28、24、19に変わるって感じですね。だからまずこいつって第一射程距離はね26ダメージ、そして、第2になるとこれが24になるかな、ちょっと下がってもらって、射程長いなデフォルトで結構、まあ、ここら辺になるとこんな感じで、ね、第2射程距離っていうのが24なんですよね。これが第1か、だからこの第1の射程距離、この26っていうのが28に変わりますよっていう話ですね。まあ、ちょっとこれはねその画数変わんないんでそんなに影響はないと思うんですけれども、もう一つがね、結構でかくてですね、ヘッドダメージが44に強化。今ヘッドダメージなんぼや、39ですね。これが44になる。もうさダメージ、まあこれで画数は変わらんか、結局サーンスキルのまんまやけど、もうちょっとダメージのこう強化やめんか。まあダメージの強化するんやったら全体的にね、これ何回も言ってるけど、プレイヤーの体力をね100から120にするとか、そういうインフレ防止策、まあキル速防止策っていうのは俺ちょっとそろそろ打っとくべきなんじゃないかなと思ってますね。あとプラス、腕のダメージも強化されるみたいです。腕のダメージ30ぐらいに、まあ、上がったりするんじゃないでしょうか。そして続いて KN44、 発砲時の揺れを軽減ということで、発砲時ってはこれですね。ちょっと待って、これいるか発砲時の揺れ軽減。
ほら、ちょっと若干こうさ、ピクピクピクって動いてるじゃん。これがなくなるらしいんですけど、今そんな気にならんやろ。逆になさすぎ？これ。いや、これ、増加じゃないよな。これ緑で書いてるから多分ね、強化だとは思うんですけれども。これ何も発泡時の揺れないよ。大丈夫か、これ。なすかこの強化。そして続いて、スイッチブレードなんですけれども、これは一つだけですね。まず腕のダメージを強化。腕のダメージっていうのが現在、27か。まあ、俺の予想では、この腕の27っていうのが、まあ、32になるんじゃないかな。だから上半身全部俺の予想では32になるっていう風な感じの強化だとは思いますね。そして続いてが AGR556 の横方向反動が減少って感じですね。まあ、確かに、これさ、あのこのボンボンボンみたいな感じになるのやめん、これ。あのサイト、まず俺は修正すべきやと思うのはね、この、もう、荒ぶりすぎ、この武器は。だから言うたら、ちょっとアイアンサイトで見ると、まあ、でもそんなブレねえか。あの結構やっぱ横ブレ感じるんで、打ち合ってる時とかね。あー、なるほどな。だから言うたら、これっすね。これでやった方が見やすいわ。ドンボンボン。これ、横方向反動がなくなるって感じやから、まあこいつも無反動ゲーミングになるって感じですね。それでは続いてなんですが、999です。こいつね、来シーズンの派遣候補って言われてます。アサルトライフルは LK で、SMG は999って感じですね。で、ダメージっていうのが、まあ第一射程距離が、現在はね、25なんですけれども、これが28になると。そうそう。ね。この25のやつが28になるって感じ。まあ、これはいいじゃん。で、第2射程距離も22から23に上がるらしいんで、これか。これが23になるらしいんですよ。で、ここまではいいんですけども、じゃあ何がね、まあ、こいつ荒れるかっていうと、このアタッチメントの、これですね、この10ミリ30ラウンドリロード、まあ、運営さん的にはね、まあ、このアタッチメントなんか使用率低いな、みたいな感じで思ったんでしょうね。で、プレイヤーにもこのアタッチメント、マガジンを使わせたいなと思ったんでしょうね。これね、ちょっと怖いよ。ダメージに関係なく、最初の2つの射程に、2単位のダメージを追加ということですね。ちょっと翻訳見せてるかもしれないんですけども、言うたら、現在ね、まあ、だから言うたらこいつさ、これつけたら、胴体が31になるわけなんですよね。だからこれが、33になるのか。で、足も、ちょっとこれ待って。なるほどな。全身4発球になるってこと。全身、だから言うたら今さ、23やから、これに、2単位やから25なのか。25になったら、まあ、言うたら4発キルですよね。現在は、1、2、3、4、5。5発キルなんですけれども、これでね。これが4発キルになるって話。相当でかいぞ。俺のチンポ並みに。で、言うたらヘッドショット33、31なんで、これも、まあ、言うたら33になるってことか。まあ、全然これ、確率変わんない。で、第2。2つの射程なんで、多分第2射程距離もね、これね、27から29か。で、ヘッドショットが31なんで、まあこれも33と。で、足は、まあ20から22になるって感じ。だから、あ、ここの射程全部2つ上がるって、繰り上がるって感じの解釈でいいんじゃないかなと思ってますね。そして、ヘッドショット、マルチプレイヤーが1.2から1.4 倍に改善されました。今現在ヘッドショットが31なんで、31から1.4倍だから、ちょっとこれどれぐらいまで上がるこれ。だから1.2倍から1.4 倍に上がるらしいですね。ちょっとあの俺数学苦手なんでわかんないんですけど、ちょっとコメント欄で教えてください。1.2 倍から 1.4 倍ってこれダメージ何本になるんですかこれ。そして腕のダメージの乗数が 1.1 倍から 1.2 倍に改善されるらしいです。まあ結構ね、この武器調整内容の引用リツイートとか見てたんですけれども、999が一番注目されてましたね。そして続いて RUS、腕のダメージの乗数を1倍から 1.1 倍に改善なんで、まあ、30ダメージとかになるのかな。これはそんな影響なさそう。そして続いて来ましたね、再びって感じなんですけれども、外役 S36 がヘッドショットの乗数を1倍から 1.2 倍に改善。これはマルチプレイのみらしいですね。だから30から、まあ、32とかになるのかな。俺ちょっとあの全く算数ができないんで、てか算数もできないです。あの数学以前に算数できんかったわ。そして2つ目なんですけれども、胸と腕の乗数を1倍から 1.1 倍に改善。まあ、これも30ダメージから31とか32ダメージになるのかなって感じですね。
そしてアウトローな性能なアウトロー、ヘッドショット倍率を 1.5 倍から 2.4 倍。どういうことこれ。今136やけど、これが200とかになるってことなんじゃないか。 1.5 倍から 2.4 倍って相当これ倍率上がってないか。てかこれさ、マルチプレイでさ、ヘッドショットのこれダメージ、あれか、タックバイブとかワンパンにできるってなるってこと。でもそれって超限定的じゃん。まあ大体スナイパーって基本的にヘッドショットワンパンやし。そしてもう一つの強化がありまして、それが射程の改善ですね。今までね、アウトローっていうのは、まあ、8メートルまでだったら、この腰ワンパンできるんですよね。ですが8メートル以上になってしまうと、ほら射程の関係でね、ワンパンできなくなるんですよ。これが、8メートルから12メートルに改善されるらしいですね。だから強化後はこれ、ここでもワンパンできるっていう話。の強化コシカですね。てかさ、俺コシカさ、新武器として登場してから一回も紹介してなくないですか。てな感じのネガキャンは置いておいて、発射速度が46から48に増加。これどういうことやろ。これワンチャンでも弱体化っていう話じゃない、これは。そしてもう一つ、 ADS 終了アニメーションの速度を上げました。だから言うたらチュッてやって ADS、 俺あ、これが遅くなるのか。これじゃないよ、ここじゃないよ、これ、このアニメーションが遅くなるっていう話ですね。こう見て、あ、適当だな、シュ、これが速くなるっていう風なイメージですね。そして続いて、ちょっとこれ楽しみなんですけれども、キロボルトアクション、これ激アツピンピンですよ。レッドドットサイトの装備ができるようになりました。今までね、その、まあ、SKS だったりっていうのはこのサイトにね、レッドドットサイトっていうのがね、マークスマン枠にはなかったんですけれども、キロボルトアクションにだけ、これ多分相当でかいぞ。だからもう言うたら今現在はこのサイトにね、まあドットサイトっていうのが付けられないんですけれども、このドットサイトが付けれるようになりますよっていう風な感じの話ですね。これは相当でかいんじゃないでしょうか。それでは続いてなんですが、 HS ですね。こいつの移動速度っていうのが 2% アップします。まあだから言うたらちょっと機動性がアップするって感じですね。まあちょっとスティームショット怖いっていうところはあるんですが、単発ショットガンってね、割とその使いこなしが難しいんで、まあ流行ることはないでしょうと。でもう一つありまして、スプリントから発射までの、遅延を短縮というような感じの話なんですけれども、スプリントっていうのはこの走ってる状態ですね。走ってる状態からパーンっていう説だから、一旦ちょっとこれね、あの間があるんですよ。こっから射撃ボタンを押してもパンみたいな、トンパンみたいな、トンパンみたいな感じのがあるんですけども、これが強化後っていうのはトンパン、トンパンみたいな感じの。だから今はトンパンなんですけれども、強化後はトンパンみたいな感じになるって感じですね。はい、これで理解できた人はいるんでしょうか。そしてもう一つ、ヒップファイヤー、腰打ちの拡散がより均等に広がりますっていう話なんで、まあ言うたら今ってさ、腰打ちが、あ、こういう、まあだから言うたらもうちょっと規則的っていうか、もうちょっと綺麗に広がるって感じですね。まあ今ってあのランダムなんですけれども、これ腰打ちでね広がったやつが、これがもうちょっと綺麗にこう球の広がりが、まあ、ありますよって感じですね。それでは続いて、テンペスト、交換時間と再充電時間の短縮ということで、これどういうことや。交換時間ってなんすか。まあ、とりあえず交換時間ってね、これ打った後の隙がなくなるってこと。ピュイーンパチューン、あ、なるほどな。あ、これか、このシュンってあるじゃん、これシュンってなるやつ、このだから言うたら、射撃ボタンを押します。で、チャージ、これが速くなるってことか。だから一瞬で、まあ、アナイアレーターみたいな感じに、もう押した瞬間、射撃ボタンを押した瞬間にバシューみたいな感じのことができるっていうような感じの話なんで、このテンペスト特有のチャージ時間がなくなるっていうことなんじゃないかな。これもね、もう一つ多分これ翻訳がね、まあ、よくわかんないんですけども、タックバイブですね。タックバイブに謎の強化、3P 効果がアップ。これどういうことですか。これ 3P 効果って何でしょうね。続いてなんですけれども、結構ね、これも癖のある修正内容で、バリスタっすね。まあ、言うたらね、皆さんご存知の通り、バリスタってね、こんな感じで、その範囲内の敵がね、こうやって赤く表示されるじゃないですか。で、このターゲットにされた、まあ、この赤い敵ですね、赤い敵に警告音が追加される、警告効果か。音じゃなくて警告効果なんで、この赤くなった敵にはこうピン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 みたいな感じの警告音が鳴るって感じですね。だからまあ言うたら、そのはい、こうやって敵がバリスタ使いましたってなった時に、
ピン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 、あ、やべえ、俺バレそうや、わーみたいな感じのことができるようになったって感じですね。それでは続いてなんですけれども、ハイブですね。ハイブの2つの、まあこれ強化と弱体化かな。まずね、トラップのヒットボックスを増加しました。なんで、これですね、これが、まあ言うたら今までより広くなったって感じ。これね、まあちょっと、俺は友達ないんでね、その検証できないんですけれども、まあ言うたら今までここら辺でさ、引っかかったじゃん。ここら辺で。ここら辺で引っかかったっていうような感じの話なんですけれども、これからは、ここら辺でも当たるようになるって感じですね。これ相当でかい。だから今までそのまあ強化前はここで引っかかるんやけど、強化後っていうのはここら辺で、まあ引っかかるようになるって感じになるというような感じの強化ですね。でもう一つがね、トラップの視認性が向上しました。だからまあ今までってちょっと見にくかった部分あるじゃん、このハイブって。これがまあ今まで以上に見やすくなるっていう、これまあ弱体化なんじゃないかな。敵にバレやすくなったっていうことでね。皆さんどうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画上げていきますので、よければ高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。